亀田製菓株式会社は、新潟県新潟市港南区に本社を置き、主にせんべい、あられなどの米菓、菓子を製造する日本の企業、日本最大の米菓メーカーである。1946年に中間原郡亀田町の農民が共同で出資し、亀田号農民組合を結成し、元町地内に委託加工所を開き、水飴の製造を開始した。 組合は1950年に法人組織に改組され、亀田町農産加工農業共同組合に解消、製造品目も水飴から米価に転換した。1961年にあられ、サラダホープを発売すると記録的な売り上げを達成し、大手メーカーとしての礎を築く。1970年代に大規模な設備投資を行い製造体制を強化。 1975年度は、総売上165億1900万円を記録し、米価売上額日本一となった。2012年に、海外への販路拡大のため韓国の食品メーカー、農心と業務提携したが、農心は、異物混流などの衛生問題をたびたび起こしていたことから、広報ブログが炎上する騒動も発生した。現在に至るまで米価、 スナック菓子を主力商品としているが、今後国内の少子化によって、米価需要が頭打ちになることを想定し、商品群の多角化や海外展開にも重点を置いており、菓子以外にも米飯や乳製品、健康食品の製造も手掛けている。新潟県内で亀田を読む際、新潟市港南区亀田地区を指す場合は後ろにアクセントを置いて亀田と読まれるが、 カメダ製菓を指す場合は頭にアクセントを置いてカメダと読まれる。現在販売中の商品数は200種類以上であるが主力の8商品で売り上げの約50%を占める。2020年頃より各商品のパッケージには英語表記が追加されている。現在はなし。ライバル企業であるエチゴ製菓などとの共同提供も今は行われていない。 他基本的にスポット CM 中心である。ありがとうございます。